Everyday moments are the important moments that connect us. Kiu Nagoya. Good evening. 午後10時になりました。FM79.7MHz FM ギノワンから、ギノワンのごめんなさい。今日ね、ちょっとね、ちょっと今日ダメ。もう一回ごめんね。FM ギノワン、の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。番組名旧名古屋は FM ギノワンがあるギノワン市旧名と名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。 MC はラジオが好きで投稿生活に浸っている私みそ煮込みスキーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている滑り王子マスクマン、そして深夜ラジオにはまりラジオは生活の一部にしている名古屋のダンサーズがお送りいたします。今週のテーマは自撮り。今週のテーマは自撮りです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネット配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンで選択してください。そして今日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃から始まります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、以上の提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、それではメールをねご紹介したいと思います。ちょっとその前にいいですか。はい。本日ちょっと冒頭からですね、FM 派と、ツイキャスじゃないですね、リスラジの方が、はい、つながっていなかったというところで大変申し訳ございません。今は流れてるのかな、どなたかちょっと試しにお聞きいただければと思います。はい。はい、はい、ごめんなさい。じゃあ、メールをご紹介します。それ早速ですね、富山のタッチョンです。こんばんは、こんばんは、こんばんは、三品茶密輸入人です。密輸入何でもやりますね。自撮りは苦手です。某アナウンサーはイケメンに映る角度まで決まっているようですね。僕もやってみました。カメラの角度を変えたり、照明は電球の色がいいみたいよと聞くと、電球買ってきて、撮りましたが、イケメンには映りません。気づいたらスマホの画像一覧が僕の顔ばっかり。想像してみてください。これはスマホがウイルスに感染したような気持ち悪い何者かでもありません。綺麗な人はより美しく、そうでない人はそれなりに美しくというキャッチがありましたが、それは嘘です。綺麗かどうかは被写体で決まり、被写体で決まるんです。ああ、でも、どうでしょうね。今、
いろいろこう修正する、機能がありますよね。そういうので、お目目大きくしたりとかね、顔を小さくしたりするようなね、機能がありますんでね、どんな風にでもね、イケメンに映りますよ。はい。誰がイケメン？え？いやいや、もう、ね、自撮りやる方も皆さんね、綺麗に映りますからね、上手く修正してください。進撃のめいちゃんからツイキャスできています。流れてますよ。10時スタート、音楽が流れてました。あ、そうですか。あ、はい、音楽が流れてた。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、番組の初めにですね、ちょっと手違いがありましたね。スタジオとちょっと名古屋の方と音声がうまくつながっているかどうかちょっとわからなかったので、ちょっとそれで王子もカミカミになってました。はい、はい、失礼いたしました。はい、失礼いたしました。ツイキャスはちゃんと、あ、ミスラジも流れてるということで、そらしのぼさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、続いてメールいいですか。どうぞ。はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。ヨミダンソンからフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、自撮り。自撮りという言葉って、自撮りという行為や自撮りという言葉自体が出てきたのはスマホが出始めてからではないでしょうか。だってこれまでの純粋なカメラで自撮りってできなかったじゃないですか。三脚立ててカメラ専用のタイマーを別でいちいちセットして、一眼レフカメラなどはそうですよね、ダンサーズさん。そうですね。はい、でデジカメからはタイマーが付属でついていましたが、デジカメで自撮りはできなかったと思います。やはりスマホが世の中に普及したからこそ出てきた言葉ですよね。スマホの技術進歩って改めてすごいのだなと感心しております。若い方々にとって自撮りは当たり前の言葉行為でしょうが、昭和を生きてきた我々にとっては非常に斬新な行為言葉だと思うのは私だけでしょうか。それにしても自撮りを含め気軽に撮影できるようになったスマホの発案者の功績はすごいですよね。画質も非常に広いです、非常に良いですしね。僕好みの広角寄りでまっすぐ、広角寄りですぐ撮影できるのがいいですね。だから自撮りしやすいのですよね。例によってまた話が長い、ごめんなさい。では番組頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、自撮りって、ね、うん、本当にスマホが出てからです。そうですね。あのね、王子はね、結構ね自撮りねやるんですけどね、何枚かがねもう失敗ですね。もうね、その1枚を決めるまでね結構時間かかりますんで、そのベストショットをね皆さんにねお見せしたいなと思うんですけど、なんか後ろに、後ろに、これねだいぶ古い写真ですけどね、まだ王子がパツキンの時代ですからね。後ろの写真まだ安全バージョンの方ですね。何安全？あ、そうですね、このフルバージョンはね結構大変っていうね、素晴らしいですよ本当に。おだまり。北海道のじゅんちゃんさんが、ツイキャスで、こんばんは、王子の写真素敵って書いてあります。ありがとうございます。今日はね、ちょっとまだね、喉の調子も、ね、悪くて、ね、いろいろカミカミですけども、ね、またね、さっきまで、ね、メガネかけたんですね。メガネかけてるとね、老眼きつくなっちゃってね、字全然見えないんだよね。ごめんなさいね。じゃあ続いて。老眼王子。老眼王子やめてよ。王子じゃない感じになっちゃった。あ、音楽大きめですか。ちょっとじゃあ下げます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですよ。はい、アレックスさんからですね。はい、ありがとうございます。はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。マシュマロは焼いたら美味しい。自撮りしないですね。美しいものや人を撮ったりです。確認したら自撮りした写真がスマホにありませんわ。だから今夜も中村明菜に言われたいセリフを王子お願いします。あ、ちょっとじゃあちょっと BG 下げますね。はい、じゃあね、いつものようにこれを、アレックスのことを思うと、いつもクラウディーハート。今日の夕食、何鍋はやっぱり塩ちゃんこだよね。ではまた、来週。一ついいですかね、マスクは。どうぞ。最初のやつ何て言いました？クラウディーハート。あれ、そうって書いてある、本当に。ちょっとアレンジしたんだよ。アレンジが伝わらんかった。
いやいや、これでもいい感じですよ。本当はね、あの、ね、いつも胸が痛くなる。ふざけるなー。あれ、そっちの方が良かったんじゃないの。そうかな。はい、では気を取り直していきます。ダンさん、みそさん、極寒さん、こんばんは。極寒さんだって。極寒さん、はい、寒いよね。そらしどです。ありがとうございます。ありがとうございます。自撮りの方が漏れるとよく言いますが、もともと顔面が変わるわけではないので、私は撮ってもらう方が楽でいいです。以前M スクマンさんという方からバラを加えた自撮りとドライヤーをしている自撮りを送りつけられました。あれは最新の不幸の手紙だと認識しております。そうだよ、危ないよ。それでは時間まで頑張ってくださいませ。ありがとうございます。その安全バージョンが後ろに貼ってありますね。あのね、皆さんね、このね、あの王子の写真をね、いただいてくれた方はね、厄除け、魔除けみたいな形でね、玄関に飾ってるみたいでね、あのこれがなかなかね、ご利益があるような感じなもんですからね、変なものは取り付かないよ。お引き取りください。はい、ではいきます。みそさん、ダンさん、自撮りを名古屋コーチンと勘違いして滑っている方、こんにちは。最近はスマホ撮影が多い大阪のひなにわんちゅるです。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、自撮りはたまにする方ですね。Facebook では時折ですが、旅している時だけ1枚か2枚程度撮っちゃいますね。ただ自撮りした写真は Facebook 以外の SNS であげる時はスタンプで隠してます。え、どこ？ん？じゃあ自撮りして、うん、その SNS にあげるときは、あの顔をスタンプで隠す。あ、顔大事じゃないですか。そこが一番大事ですよ。あ、でも私はわかります。あの沖縄にワンチュールさん派です。私も、ね、王子はギャランドゥを隠します。これは隠さんとまずいんじゃない。あのね、ギリギリセーフのときもあるんだよね。あ、そうギリギリセーフのときもね。何の話。はい、はい、で続いてですね、ハイタイダンさん、みそさん、すべり王子様、沖縄からアイスプリンです。ありがとうございます。ありがとうございます。自撮り、子供たちだけの写真を撮る機会は多いのですが、プリン母ちゃんとツーショットと、はほとんどないんですよ。なので布団でゴロゴロしてる時なんかに、今だと子供と一緒にパシャ。もう今時のスマホは残酷ですね。我が子のプルプルツヤツヤの、プルプルツヤツヤなシミシワのない、綺麗なお肌と、長年沖縄の日差しにやられたプリン母ちゃんの無残なお肌、若い子と一緒の自撮りは気をつけないとね。あ、結構肌質がリアルに出るってことですよね。まあそうですね、性能がいいってことですよね。まあそういう時もね、やっぱりね、修正してください。ツイキャスでですね、セクシーキリカボの海遊さんが自撮りしすぎて地元リスナーさんにすぐ気づかれ始めてる私ですって。あら、ああ。あと、まあ、それのしんちゃんさん、はい、本日のテーマ、自撮りは苦手だからやらないですねって書いてあります。ああ、そうなんですか。いや、結構難しいですよね、位置決めをするの。うん、ね、いろいろ角度を、ね、決めて皆さんね、撮ってらっしゃると思うんですけど、またそれのね、一番いい写真をね、SNS とかにまたアップする方多くてね、また綺麗な、ね、私を見て、ね、綺麗って言い方変だな、かっこいいね、自分を見てみたいな感じのね、うん、写真がよく上がってますけども、やっぱりもう一種モデルさんに、慣れたような気分になるんじゃないのかな。うん、RBC の某アナウンサーの なんとかタイ、いや、よしみたいな、ね、一緒に写真を撮ってもらって、自撮りをしたんですけど、うん、吉見大河さんにシャッターを押してもらったんですが、その決めるまでに3秒で決めたんです。そう、うん、あ、せっかくですから、じゃあ自撮りでっていただきます。うん。あ、そうですか、はい。で、すぐ、3秒ぐらいだったね。本当に。で、しかも、すごいいい位置で、すごい笑顔で。うん。
上手なんですよ。もう迷いがないんですよ。もうやり慣れてる。ね、すごい。あんな感じでいつも番組の SNS を上げてるんですね。さすがプロだと思いましたね。もうやり慣れてるっていうとね、あの、ビューティーのね、ヒガちゃんなんかもね、いつもあれですね、自撮りありますよね。あ、やってますね。やってますよね。はい。やっぱりすごいですよね。うん、早くカット決めれるから。そうそうね。いい笑顔でね、うん、写真ね、撮られてますんでね。もう王子はダメよ、本当に。お白い塗ってからじゃないとね、なかなかね、ちょっと撮らないでほしいもん。おだまり。大賀力持ちさんからツイッター室で、自撮りしたことか、基本的に商品などを写す感じです、ね。なるほどね。あんまり映さない派なんですかね。はい。はい、では、はい。では、CM ですね。CM の後は、名古屋は栄養コーナーです。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら、日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに、大城バネサ初のカバーアルバム、ザ・カバーズ、好評発売中。キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーをね、始めたいと思います。なんでかテンション低めだけど、何低いの。あのね、ちょっと真面目にさ、今日はね、最初ちょっとテンション上がりすぎちゃってね、カミカミになっちゃったからさ、ちょっと真面目に、はい、で、今日ね、ご紹介しますのはね、皆さんもね、ご存知かと思いますけどもね、名古屋ドームです。中日ドラゴンズのね、本拠地ともなってますけども、日本一ね、ドアラが見える場所っていうふうに言われてますんで、そりゃそうですよね。ね、球団のね、マスコットだからね。そうでしょう。そりゃそうでしょう。でもそういうふうに言われてるんです。愛知県、ね、名古屋市東区にね、ありますね。これもね、もともと街中ですんで、大きい敷地がね、ないと、そういう動物球場できないんだなって、ね、王子も思ってましたけども、三菱重工のね、名古屋工場跡地という大きいね、場所がありましたんで、そちらにね、これ国内ではね、4番目のドーム球場ということで、最大収容人数はね、4万500人。なんか中途半端ですね。4万500人。そんなこと言うなよ。そんなこと言うなよ。なんかキリがいいとこにしてほしいな。あのね、でもね、王子はね、野球好きで、子供の頃ね、昔はこのドームができる前は、名古屋球場って言ってね、野外の球場でしたけども、野球好きでね、やっぱり雨が降って中止になることが多かったんですね。でそうするとね、テレビ中継も、やらないです、ね。そうすると、なんか寂しい気持ちがあって、東京ドームかな、そういうところで試合してるのをね、見てると、早く名古屋にもね、ドームができて、ね、中日ドラゴンズの試合が見たいなっていうふうに思ったことがね、よくあります。うん、それで、こうやってね、ドームができると、また、うん、いろんなね、アーティストとかね、小企業なんかのイベントで使うことがね、ありますので、王子も一回ね、企業イベントですかね、
というのでね、あのグラウンドに入ったことがありますけども、その時に芝生もね、あの人工芝でね、今とね、ちょっと違うかもしれないんですけど、昔はちょっと短めのね、芝でね、あのクッションもいい感じでしたけどね、今はちょっとあの芝が長くなってるかの、気がしますね。あのいろいろ改善されてね、あの野球もしやすくなってるような気がします。あとでみそちゃんね、これね、あの名古屋ドームはイオンとね併設されてるような感じで、もう駅からすぐにね、ありますね、はい。でだからね、お父さんとね、あの子供さんは野球見て、お母さんは、イオンでねショッピングっていうね、一石二鳥な感じでね、出かけることができるんじゃないかなと思いますね。あとはですね、ここはもうあれですね、駅からすごい近いもんですから、この名古屋ドームのね、地下鉄のね、名城線名古屋ドーム前駅がすぐですね。名古屋ドーム、前や谷駅ですね、地下鉄ですね、はい、長いですね。でそこからもう本当にすぐにね、まあ言葉的に悪いですけどね、一発で行けるんです。うん、そのまま、あの地下鉄降りてから名古屋ドームに行くまでに、その中日ドラゴンの選手の写真とかが、うん、そうですね。結構あれをすごい見ながら歩いて、うんうん。なんかテンションが上がるんです。あれ見ながら歩くと。そうですよね。やっぱりね、応援するね、ファンの方もね。それこそ今のね、みそちゃんの言う通りでね、テンション上がってね、そうじゃない方はね、途中でね、イオンに入ってきます。ね。沖縄にあるチュールさんからツイキャスで、大曽根も名鉄瀬戸線だけでなく、地下鉄やゆとりとラインもできて、交通の便が良くなりましたねって。そうですね。うん、やっぱりこのドームができたおかげで、いろんな、周辺のね、施設も、充実して、またね、こういう交通機関もね、良くなった、と思います。これね、また釧路によるとね、ごめんなさい、ちょっともう、ね、時間にですね。あ、そうですか。はい。じゃあまたね、皆さん名古屋にお越しのね、際にはね、名古屋ドームを寄ってください。神田さんも来てますよ。キユナ名古屋。はい、続きましてまたメール紹介します。いつも楽しく聞かせていただいています。初めてのメールです。おばあからもらったプライベートジェットです。 ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ自撮りですが、私は自撮りは苦手ですね。目線をどこに合わせたら良いのか分からず、撮った写真を確認すると困り顔みたいになっていることがほとんどです。かっこよく自撮りできる人はすごいなと感心してしまいますね。上手に撮るコツがあったら知りたいですね。寒さが厳しくなってきましたので、風邪などに気をつけてお過ごしくださいね。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとツイキャス、広めいいですか。はい、進撃の あドギさんこんばんは。ドギ青空さんこんばんは。はい、じゃあ進撃のめいちゃんからツイキャスでね、はい、ツイキャスに書きますって言って、自撮り、私も何年か前から自撮りをしていますが、なかなか自分の顔がでかすぎて、パーソナリティよりもメインになってる画像になっちゃうんですよね。タイガちゃんに自撮りをお願いしたら、メイちゃんはできるからと断られました。あれどういうことなんだろう。何できるからって。メイちゃんできるからって断られちゃった。あら。いやー、一度ですね、メイちゃんもタイガ君にお願いしてみたらどうですか。あの決め方は本当職人技でした。でもめいちゃんってよく自撮りの写真あるから、多分タイガ君できるからいいじゃないって思ったんでしょうね、うん、そうですね、はい、はい、
でもね、自撮りと言いましてもね、なかなかこのボタンを押すのがね、上手くいかない時が多いんですよね。で、王子の場合はね、自撮りというよりかね、例えばね、その、顔のコンディションが悪い時なんかにね、こう鏡代わりで使うんですよね。こう、なんかちょっとこう、シミっぽいのができたなとかね、頭になんか、吹き出物で出ちゃったなみたいな時にね、結構撮るんですよね。で、それ見てね、あ、これはちょっとあまりよろしくないからね、薬塗らなきゃいけないとかさ、ね、病院行かなきゃいけないのかな。ね、もっとひどい時はね、あれ毛が薄くなってんじゃないのとかね、いろいろね、このスマホでね、まあ、それも一種自撮りですね。どんな、コンディションになってるのかっていうのをね、見てますんで。スマホのカメラって覗いてる？いや、もう撮りますよ。写真を撮って、そうです。そうです。今からですね、リスナーさんの言葉を代弁する本出しです。はい。もう、うんざり。はい、こちらです。うんざり言うな。ね、でもね、本当にね、鏡がない時なんかね、いいと思いますよ。結構ね、いろいろ見てるとね、女性なんかもね、こう見てて、ね、見てるだけなのかな、でも自撮りで撮ってるかどうかわからないんですけど、よく鏡代わりでね、顔を見てる方多いですからね。鏡代わりにカメラで見るのはあるけど、撮るっていう発想はなかったな。あ、そうですか。文字よく撮りますよ。そっか、でも、ちょっと自分で目で見に行くと。そうそう。うん。だからいろいろね、こう、髪のコンディションがね、いろいろあるんですよ。頭の後ろまで。そうそう、後ろまでね。うん。で、いつ時に、その髪のコンディションまで気にする必要があるんだ。いや、あるんですよ、本当に。だから、ね、結構ね、王子もね、結構年齢来てるからね、いろいろね、気になるとこ多いんですよね。ちょっと後ろの方のこうカラーリングがどうなのかとかね、いろいろ見てるんですよね。すごい。私でもそんなことしたことないけど、ガチカラモチさん、はい、ボタン押すとき、下手すればブレるときありますよね。ありますね。そうなんだよね。はい、そうなんだよね。ということで、トークもね、このね、滑り王子ブレてますね。今日ちょっとダメだよね。ハイテンションだったりね、そうじゃない時だったりね。神々だったり。神々だ。うん、今も神々だけどね。はい。まあ、そんなことはさておいて、エンディングでーす。あれは、もうエンディングなんですか？早い。ではでは、来週のテーマは？電話。からずエコーでよくわかんない。本当、電話ですね、電話の思い出、携帯電話あれこれ、スマートフォンについてなどいろいろ何でもいいです。電話に関することなら黒電話でもいいし、はい、公衆電話でもいいし、ね、糸電話でもいいよ。はい、どしどしお願いいたします。はい、お願いします。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ごめんね、今日のカミカミはね、最後までカミカミだよ。カミカミっていう言葉がカミカミだもん。おだまり。はい、では来週はカミカミ治ってますように。早く治してね。はい、わかりました。また来週風も治してね。はい、また来週。